世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今年は入院が何度もあり、病院が何度もあったんですが、中野の病院に入院した時に、最初はしばらくの間はですね、ベッドの上で動けないというそういう形になりました。で、私はですね、何とかして歩きたいと思ったんですね。動きたいと思ったんですね。それでですね、考えたんですね。で、いい考えを浮かびました。車椅子で、その辺を回ってもらうと。病院の階、私は3階にいたので、3階を看護師さんに回ってもらうと。それで頼んでみたら OK だったんですね。回ったんですね。で、そして、家族が来るので、家族でもう一回回っていいですかっていう尋ねたりということだったので、不審者さんが来た時もう一回回ってもらったかもしれない。もちろんその時は一回だけではなくて、4回ぐらいその島内を回りました。しかし本当の目的は歩きたいということだったので、不審者さんにトイレに入ってもらい、そしてトイレで少し立って歩いたんですね。それで次の日もっと車椅子に乗せてもらい、歩こうと思って看護師さんに言いましたら、なんと突然態度が変わっていたんですね。次の日は人でもないし、ね、ダメです、一回も行けませんということだったんですね。それでじゃあ家族ではどうですかって言われた時に、家族でもダメですと言われたんです。全く次の日は一回も行けないということになりました。しかしですね、私たちに祈りがあります。私はもう真剣に祈ることにしたんですね。そして祈りました。4回は車椅子に乗るよ、ちょっと大胆に乗ったんですね。そして歩いてトイレに行けるようになるよ、こう祈りました。それとともにですね、リハビリかなんかの方が来て、ちゃんとリハビリの訓練をしてくださるよ、看護婦さんですと言われたことは逆のことですけども、しかしこれは理にかなっており、御心であろうと、こういうふうに思ったので祈ったんですね。で、次の日の朝になってみますと、看護婦さんたちの態度が全く変わっていました。何度でも車椅子に乗せてあげるというのですね。それで私は家族を含めて4度乗りました。そしてその中で、方針が変わって、歩いてトイレに行ってもよいと。看護婦さん付きですけど、私は歩けるようになったんです。それでなんと驚いたことに、リハビリの人がつけられ、午後リハビリの人がリハビリにやってきたのですね。まさに不可能だと思った祈りが全て答えられました。祈りは答えられます。どうもありがとうございます。